高山久志、高山久志、高山久し、1981年11月16日帯は、熊本県熊本市南区出身の元プロ野球選手、外野手。愛称は、九ちゃん、名前の、九の音読み。熊本市、現在の南区出身。熊本市立三ゆ小学校、熊本市立たく中学校を経て、九州学院高等学校に進学。 高校通算43本塁打。1999年度ドラフト会議にて、西武ライオンズから1位を受けて入団。1年目に1軍初出場、初安打を記録。2は、プロ初本塁打を含む1試合に本塁打を記録した。指名打者やレフトで出場して13試合で1番を打ち、打率。261、4本塁打を記録した。 と徐々に出場機会が減り、2番、初の一軍出場なしに終わる。は、開幕を一軍で迎えたが、21試合で打率。207と一軍定着はならなかった。は、55試合出場、打率。263といずれも自己最高を記録。7月11日には延長10回に、代打さよなら安打を放ち、7月16日には延長12回表に、 代打2点タイムリー3塁打を放ち、勝利に貢献した。7月19日のアレックス・カブレラ、和田和弘が共に不在だった試合では5番、指名打者として出場した。はオープン戦で右肩を痛めて、戦列を離れた。6月6日に一軍に昇格すると、6月24日の対巨人戦で9回表に、代打の代打として出場、臨床班から2点本塁打を放った。 6月30日の大落天戦でも、同じく左腕の渡辺久志寿から9回裏に、自身初のサヨナラ弾となる台打に点本塁打を放ち、2打席連続台打本塁打を記録した。その後、外野の3ポジションと指名打者で、スタメン起用されたが9月に2軍落ち、前年を下回る29試合の出場に終わった。は25試合出場にとどまり、4年ぶりの本塁打なしに終わった。 は、大半を二軍で過ごしたが、栗山匠の戦線離脱に伴い、十月五日に一軍登録された。一軍試合出場は三試合にとどまったものの、二年ぶりに本塁打を記録した。は、プロ入り十一年目にして、初の開幕スタメン、九番、右翼手に名を連ねた。その後も GG 佐藤の不審も手伝って、スタメンに定着し、五月五日の楽天戦でに、 安打して早くも自己最多のシーズン30安打上回る活躍を見せた。シーズン中盤に故障で離脱した影響もあって、規定打席には届かなかったが、2009年シーズン終了時で通算11本だった本塁打を1シーズンで11本記録したほか、自身初のシーズン100安打以上を達成し、9月12日の対ロッテ戦では、小野慎吾からプロ入り初の満塁弾を放つなど、 自己最高の成績を残した。対左投手の打率は390を記録した。より、球団に他の高山性の選手がいないにもかかわらず、ユニフォーム背中の表記を H 高山とした。これは、Q という名前を覚えてもらえるようにという意図であると言う。しかし、シーズン中に腰を痛め、手術したこともありわずか19試合の出場、打率も196。 低本類だと不本意な結果に終わった。は、新外国人のクリス・カーターなどの故障により、開幕を1軍で迎え、7番ライトで開幕スタメンだったものの、その後6試合で18打数3安打、打率167という不振により、4月9日に鬼崎裕二と共に出場登録抹消となった。4月18日、イースタンリーグ対巨人戦で、 村山太郎審判員に暴言を吐いたとして、退場処分を受け、翌十九日に、加藤良造コミッショナーから厳重注意、制裁金五万円の処分を受けている。七月十三日に一軍登録されると、八月二十八日の対日本ハム戦では、代打の代打で、石祐也から二年ぶりの本塁打となさん、ランホームランを放った。は、開幕から二軍でのプレーを余儀なくされていた。 2013年5月21日、川崎雄介との交換トレードで阪神タイガースへ移籍。背番号は交換相手の川崎の62を継承。5月31日工事の出場選手登録で、西部時代を含めて同年初の一軍将核を果てだと、左腕投手、井川慶の先発が予告されていた当日の対オリックス戦に7番左翼手として、 スタメンに起用された。その試合では、1点ビハインドの2回表に向かえた第1打席で、移籍後初本塁打となる同点のソロ本塁打を、リカーから放った。2リーグ制以降の阪神で、シーズン途中に他球団から移籍してきた選手では、初めて移籍後初出場の公式戦初打席で、本塁打を記録した。10月1日に、球団から戦力外通告を受け、12月2日、 自由契約公示された。2015年1月13日、古巣の西部の野球教室、ライオンズアカデミーコーチに就任することが発表された。2016年8月24日、テレビ番組、芸人キャノンボール、TBS テレビ系列にて、全国ネットバラエティ番組初出演。おぎや、はぎチームスケットとして。2016年12月13日、西部から、 育成アマチュア担当に就任することが発表された。関主打法を駆使して広角に打球を飛ばせる、中距離打者。また、得点圏での打率も高ければ打点も多く、勝負強いポイントゲッターでもある。しかし、早いカウントから打ちに行くため支球が少ない。左投手相手に好成績を残す傾向にあり、 2006年2007年に放った経営用本類打はすべて左投手、杉内俊也、や、神、内安林昌藩、渡辺久志寿からの本類打であった。阪神が2013年のシーズン途中に鉱山を獲得したのは、長打力のある右打者が不足しているチーム事情の下で上記の傾向に着目したことによるという。ちなみに、西部時代には、 左投手に比べて右投手との相性が悪かったことから2010年にレギュラーとして起用されるまでは一軍公式戦での出場機会は基本的にほぼ左投手相手のスタメンまたは代打に限られていた西武時代には地元ファンに早く名前を覚えてもらおうという本拠地所沢市のガソリンスタンド店長の勧めなどから所沢温度を登場テーマ曲として使用 県営大宮球場での試合の際では、大宮温度をテーマ曲として流していた。プロ入り後幾度かの打撃フォーム改造を経て、2009年シーズン、後半より前日のように神主打法へ、モデルチェンジし、現在に至っている。それまでは、打撃コーチや解説者による、様々なアドバイスをすべて取り入れたことで逆に、打撃フォームが固まらず、部長に陥るごとに、 大将のフォーム改造を行っていたという。2009年シーズン中に余計な力を入れず自然体で構える軸をしっかり固定することに重点を置いてフォームを模索した結果、現在の関主打法に行き着いたもので当初から落合博光の打撃フォームを真似したものではない。もっとも両者のフォームが類似していることを指摘されてからは YouTube 等で おちあいの現役当時のホームをチェックして参考にシールとのことである。芸人キャノンボール2016年8月24日 TBS テレビ系列おぎやはぎチームスケット。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。